ム。はい、巣箱完成です。洗ってきました。設置していきます。とりあえず仕切りなしです。蓋をしてこの上に珪藻土を置いてきます。で、珪藻土の左側に横に穴があります。休憩場所です。あとはストレートプレートにいつもの野菜とプレート置いておきます。マッシュ、お待たせ。マシュマロの様子見ながら巣箱の中を仕切っていきたいと思います。ここに穴を切ってあります。給水器は右奥の珪藻土の上に設置しています。キャベツを切らさないように置いているので水はほとんど飲みません。Thank you.